やらケツホイあいこでホイ。なんじゃ、僕の鬼か。はよ隠れや。土佐のこっちの針まや帽子で盆さんかんざし顔を見た。土佐のこっちの針まや帽子で盆さんかんざし顔を見た。見つけたぜ。おい、泣け。お前泣け。鬼に捕まったら子供は泣くぜ。鬼ぜ、僕は鬼ぜ。みんなどこ行ったろう。学校へ行かんずく遊びるやつはみんな捕まえちゃうき。出たぜ、お父ちゃん。出たぜ。もう一つ。二つや、二つにしてや。それがね、大阪の会社から送ってくる金がまだ届かんのですわ。今までね、ちゃんちゃんいただいておりますから、三日四日のうちでしたらね。ほな、よろしく頼みます。坊主、行こうか。ビー、お父ちゃんとこ来るか。子供じゃったら悲しい目にあやなけら。太く声での行こう。お父ちゃんと来るか。続けてやらにゃいかんな。続けてな。これよいしょ。つねってよ。ギュッて背中をつねってよ。もっともっと。
あんた免許証見せなさい。警察みたいなこと言わんとってよ。まさか無免許やないやろね。いらんこと言いなよ。ちゃんと無事故でまっされちゃきに。あんたも災難やったよの。お父ちゃん、2週間寝てろって。2週間？2週間おらに会社休み言うのか。そうはいかんぜよ。腰の骨にひびの入っちゅうもんに、あんな子二人の面倒見ろ言うがかね。腰のひびですか。レントゲン取らにゃわからんけんど、結果がわかり次第警察行って。何もお前こと荒立てでも。悪いのはうちじゃないきに。黒白はっきりつけさせてもらうにゃ。その方がええわ。こっちも悪いと思うちょらんきに、現場行ってよう調べてもらったがええわ。何よなんた。お母ちゃん大丈夫か。痛い。僕さすっちゃうか。俺経験がないけんど、示談いうか話し合いの。お父ちゃん示談なんか応じんといてや。こういうやつを法律で罰せんことにゃ、いつまでたっても交通事故はのうならんきね。ご主人、ちょっと向こう。ねえ、まっこと痛い。腰に怪我したら女やのうなるきね。油くそうて食べられへんわ、こないなかつ。違うもんとったらや。うちはね、胸がムカついとんのよ。腰から背中にかけてジーンとしびれちゅう、うん、じゃったら少し休みやえ。2、3日ば。2週間や。医者は2週間言うたきに。続けてやっとがええがの。こういう時は続けての。あんたがやったらええねや。何を言うやりゃ。俺は病人よ。そう、少尉軍人で左手がパーで、おまけに糖尿病で、車にはならんねや。ちょうどええ体やわ。何やの。おしゃべりよせ。坊主うまいか。うん、うん、じゃったらこれも食え。僕嫌だよ。浜へ祈るんじゃな。おばあとおんちゃん食え。もうやめろかね、こんなこった。うちじゃち好きでやってるわけはないんやから。おらじゃちええと思ってやりゃせんき。他になんぞの親子4人この世ったいで食えてけりゃの。ちび、ちゃんとお座りしとき。うちの母ちゃんに会いに行くの。あんな超結核で体の腐っちゃうような人、あんな病院に行ったちなんぞね。いかん。ほな浜まで歩いて祈るの。いんやせん。そうじゃ、坊主はおらの子じゃき。お父ちゃんによう話しとくさかい。うん。坊主、何にする。ワンタン
ホやね。五目そば二つにワンタン一つですね。食べられてる。ゲン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 。おしゃれ。箸で噛ませんだ。箸で。それ僕の。父ちゃん働いちゃらんきに腹が減っちゃらん。ベンチ行こうか。行こう。帰ってきてまた食え。父ちゃんは駅におるからの。駅で切符買いやるからの。え？仕事ができたら駅へ電話してアナウンスしてもらえ。分かっちゃるな。けんどもし大丈夫じゃ、うまくいく。なんちゅうちゃち仕事じゃけ。仕事。やっぱしメガネ買わんとね。僕嫌じゃない。けんど怖いき。お母さんじゃち怖かった。忍術が使えるとええにな。あんなもん嘘や。宇宙人ならええにな。宇宙人でおりやせん。そんなもん何人もおりやせん。おうや、あれあれ買うて。タクシーはあかん、早自動車もあかん、ライト場に軽音に横になんとか商店なんて書いてあるやつ、女の運転してのが一番やのや。世界中へ。そんで海の底にも山があったり川があったり道があって、すごい怪獣やなんかも住んじゅうぞ。怪獣だぞ。怪獣。目から光線を抱いたり口から火を吹いたりするんじゃと。ガーギャー。そういういかんやつを宇宙人がやっつけちゃる。やだん。私はアンドロメダ星雲から地球を救うためにやってきた宇宙人だ。これは宇宙人だ。わからんろ。普通の人に見えるけんど、まっこと宇宙人だよ。アンドロメダ星雲から。アンドロメダ星雲。アンドロメダ星雲。よし。君は分かってくれたか。私は地球を滅ぼそうとする悪人を退治するためにやってきた正義の味方、宇宙の使者なのだ。
たちは仕事をしました。7回しました。他に2回しましたが、それは仕事にならなかった。僕は少しずつ仕事が上手になりました。痛くないように転ぶことができます。剣道お医者さんに見られる時が一番嫌です。嘘をついているのが分かりそうな気がします。お父ちゃんが息をじっと止めて、痛い痛いと言えと教えてくれました。もうすぐ尾道です。四国はもう見えなくなりました。仕事を一回するとお母ちゃんが100円くれるので、もうすぐ1000円になります。痛いか？ちょっとね。よし、いるじゃ。坊や！痛いか？ん？バア！お前がちゃんと見ちゃらんけど、片番になったらどうするじゃ？すんません。坊や、かみんな。一応入院されまして、精密検査を受けられた方がいいと思いますが。あしら旅行中なんですよ。この通り切符だってこうてある。せいで、わしはどねんすやいんで。そんじゃき現金作ってくれりゃ時短に応じる言うてるじゃないですか。しゃあけど、わしみてえな運転手にその辺5万もの金がすぐできますもんかな。じゃあ警察行こうかないね。ああ、もう警察呼んでくれんぜ。おまん、人の大事な息子を引っかきといて、すまんちゅう両親の人影でもないのかよ。おらいらん。うちもまだ空いてへんわ。坊やは後で。じゃあその時言ってください。なんかこう電波発するわけ。あんた、なんとしたら悪意ばっかりせんと。何を？何言われても困るけど、大阪じゃったらの一丁博打をやらかす友達もおるけんど。博打なんかあかん。そんなお金じゃない気に。誰も夜言うてやせんじゃいかい。パチンコでもしに行ったら。あんなもん小手に向かせん。退屈やね、住むうちのないもんは。何じゃいいやら、こんな結構な旅館に泊まっちゅうじゃいかい。どこ行くんじゃ？便所。何でもないんです。ええんです。何度食うか坊や。逃げたかの。まさか。おまんが100円ずつやっちゅうき、
もうそればあの旅費はたまっちゅうにゃ。心配やったら取り上げとくんじゃの。うち子供ができたんよ。誘導装置がまだダメか。ああその点なんだ。昨日のテストでは随分どうするぞね。まず大丈夫で。できたものは。それじゃ今夜あたりデイリープラネットをやるか。産むが。産めや。産んでもええがね。もしもし。じゃったらおろせや。そうです。はい。いいですよ。もちろんさ。子供が3人になったらもうこんな暮らしてられへんわ。どっかちゃんとしたとこ部屋買って、やばくない仕事見つけて、子供やち学校やらんならんし、ダンスもこうって、洋服ダンスもこうって。やめて。焦らんことじゃねえや。まあしばらくこの商売で食うてゆく。ちっとばたまっちゅうし。どう思うやろあの子。どうももやせんろ。うちのことをよ。おにしゃ、ほんまの親と四つの時に別れたかったのにゃ。そう。義理のおっかさんが四回結婚したきね。どうじゃって。目覚ますのね、チビが。憎んじゃった。そりゃ、他人気ママのがよっぽどや思いやった。じゃったら坊主もそう思いろ。せんといて。産むか産まんか決めてからなんて嫌や。おまんが好きなようにせえや。ほな、産むわ。何？殺さあね。よっしゃ。明日医者を探しちゃる。こんなところやったら嫌や。福井やったらあっこならずっとおったき上手な医者知っちゅうし。よっしゃ福井へ行こう。いつ？すぐ立つで。勘定してくるき御社荷物作れや。急にそんなこと言うたち大地坊やおらんし。もう逃げやがったかの。逃げたらどうするぞね。それはまた考えろや。うちはもう嫌ぞね。お腹に子供やちおるし。おろすって言ったろうがや。嫌言ったら嫌や。アホ、逃げるわけがないね。けんど探せや。そんなにおろおろするんやったら。おらはチビと荷物持って駅行っちゅうき、駅で切符を買えるきねや。手にたい人の体にぶつかって怪我させたんや。治療代シェフ一枚か。しきてやんの。これから道歩くときはちっとは気をつけない。何をいつまで少女を見てるんや。ねえ話。あ、
何をしよった今まで。あのね、ね逃げろかと思いよったろ。え逃げよって来そうはいかんぞね。どうしたが。行くぞね、出発や。ぼやぼやせんと早いかんと。帽子、僕の帽子。どないした。かかしよった、乾くまで待ちよった。何やろこんなもん。あお前たちの光ですんだぞ。どうここ。上等杉屋さん、こんばんは。一番ええ部屋に泊まるがよ。坊主来い。しょぼしょぼした顔すんな。十遍に一遍じゃが。
おい、コーチへいんでもの、おばあもおんちゃんもいい顔しやせんぜよ。おまんがおらんなっておおよかったと思いよりがやきに、そういう手紙がの父ちゃんくへ来ちゅうがやきじゃ。学校たちに守るんでも寝坊から外されちゅうぞ。おまんのつけらあるかや。分かった。ね、15とね、ガム5つ。西七十四、二五の十、750円。コーチ、子供一枚。コーチ？どこの？四国の高知県のコーチ。1500円。子供は半分じゃき、750円じゃねえ。子供というのはな、12歳以下のこと。君みたいな中学生はもう大人だで、1500円。僕、1000円しか持ってないに。そんなら四国まで行けへんで。君、家出したんか。違う、四国と言うたのは嘘じゃ。嘘ならもう帰んない。雨の足出てちょうだい。君。何？今度は本当じゃもん。まあ、ええわ。230円。はい、770円。
7、8、9、10、11、12、4日目、13、14。行くかも汽車に乗ってね、船にも一人で乗ってね、ずーっとパン食うてね、パン15も食うたぜよ。
ろーっと誰中気に寝ちゃるんだ。おやすみなさい。明日はね、明日は何時でもええ。医者なんぼかかるぞ。何の医者ぞね。ああ、女の病気よ。これくらいやろか。うん、じゃあ急ぐ気すぐにと言うて頼んでもこれで済むねや。ほんなら今日はその分も考えて死と行くか。始めた頃の10倍やね。まっことじゃ。今日はこれバーじゃね。うち、やっぱり今日行った方がいいのか。当たり前や。
そんで食いできたろうが。明日まで泊まることになっちゃう。わかった。言っとけんのな。昔の友達なのに会うなよ。そんなこと言われてもわかってるわ。会えるわけがないじゃんか。俺は今日はチビと一緒にデパートに行くら。あんなもん1時間も寝たらおしまいよ。お休みやね今日は。お前はお母さんと一緒に行け。はい。あんたそれどういう意味？お前がほんまに医者行くかどうかわからんきによ。戻ってきたん木の先で。え、一生帰ってこんかと思いよったのに。どういて？そんな気がしたんや。もう戻ってきたくねえじゃろ。そう、そりゃあけんど。昔ね、この病院に来たことがあるんや。ふーん。その時は男の人が一緒やった。わかる？こういうこと。ちっとね。さあ、もうどこ行ってもええわよ。1時間ぐらい？2時間。2時間したら戻ってきや。うん。こんなとこで見張っとって、あの親父につけるつもりやったやろ。畜生、畜生、なんとか言いや。うちがママやと思って、いつかはやつけちゃる思いよったやろ。お前はそういう悪いや。お父ちゃんのもっと悪いやで。そうやろ。なんとか言いや。ごめん。なんで、なんで謝るがね。そういうとこお前はこすんや。加減なりゃうちの悪口あの親父に言うに決まっとるくせに。僕、言わんよ。嘘や、嘘つきやろ。ママはん嫌いなのは誰やって一緒やないか。誰かって本当のやり味方するもんや。うちのことを憎いと思ってたやろ。憎いんやろ。憎いから見張ってたやろ。憎いやったら憎いってはっきり言いや。言わんといかん。聞いたってしょうがないけんど。なんちゃ思っちゃせん。なんちゃ考えちゃせん。おかしな子。ねえ、何ぞ欲しいもある？お金使わなかったからね。時計が欲しい。腕時計？日付も出て曜日も出るやつがええ。高いぞね、あんな。ほなら構わん。ええ、こうたる。その代わりお父ちゃんには内緒にしときよ。本当にこうてくれるわ。お母ちゃんはちゃんとその病院へ行って、坊やは2時間遊んでた。公園で遊んでた。うん、公園で遊びよった。それをお父ちゃんに隠しとかんとあかんよ。秘密にしときね。うん。今日何曜？水曜。金曜。明後日は日曜。毎日日曜みたいなもんやからね。曜日はいつも日曜にしとこ。そのうち
学校へ行けろね。うん、行けるね。坊や学校行って、うちは赤ん坊で、ちびは幼稚園やって。いつそうするか。時期や、もう時期や。それまでに一生懸命お金貯めんのよ。一生懸命稼いで。うっ、どないした。うん、お金がいるんだね。うん、業さんいるんだよ。業さんいるんだね。僕たちはいろいろなところへ行きました。敦賀、西舞鶴、金沢、富山。それは地図で見るとみんな日本海の沿岸にある町です。一回にもらうお金がだんだん用件になると、お父ちゃんが言いました。僕は傷が本当に痛いので、もうお医者さんに嘘を言わんでもええようになりました。痛いところに触られて痛いというのは普通の子供にもできることです。チビは太って重くなりました。前よりも僕の話が分かるようになった。暇があると僕に宇宙人の話をしてくれと言います。古い傷もあるようだな。君、前に何かで怪我したね。あった。痛い痛いじゃないって。レントゲンを取ってみますがね、治るまで1ヶ月はかかりますね。1ヶ月？冗談じゃない。俺の車の上で全然手応えがなかったんだぜ。先生、電話かかりますよ。警察、市の警察。君、聞けば悪いことしたと思わんと。俺はね、車の整備工やってんだぜ。人が入った車がどんな具合かっていつも言って知ってるんだ。君、痛いか？1ヶ月の怪我の子供を引っ張り出してこんな夜の夜中まで検証に付き合わさせて、それで警察はええと思ってんですか。おい、帰宅せや。話しついた。6万しか出さんと。晩方6時、高崎の駅で受け取らなきゃ。じゃあ慌てんかってええじゃないよ、寝てるから。しちゃったらまた警察から呼び出しがかかる。そんなヤバい状態な。ああ、俺の患者第一写真撮られたのがいいかだった。写真やったら今までやった3回ぐらい。ほんじゃけおらぬかんと言うじゃか。おいおい、起きろ。
んじゃいがい。どこまで行くが。切符は福島までじゃ。もう福島過ぎたんよ。そうか。そうかじゃないわ。ほんまにどこまで行くの。どこまでだっていい。二日は乗り継ぎじゃい。アホ言いなさんなよ。大酒でこんなこと言うと思いよるがかや。俺はあの男がよ。写真は何遍も捉えたけんど、オラの写ったのは高崎が2回目でよ。前の鳥取のと合わされて検察庁に行きゃ、オラがどこのどなた様かすぐにバレるじゃいかい。そんなんならうちじゃっち。オラは4番でよ。しばらく仕事はやめて身なりも変えないかん。うちはグラグラするもんや。メガネっちゅうもんは。ずっとかけとらんといかん。寝るときのほかはな。目が痛い。当たり前じゃいが。お母ちゃんの出てこうたがやぎ、お前に会うはずがない。その代わり、お母ちゃんはメガネなしよ。二三日、お父ちゃんはお前らとは別なところに泊まることにしたきにな。ちっともの具ならんね。何十がよ。こたつ壊れてんやけど、別のないの？ないんですよ。それ時間が経てば熱くなります。火鉢入れてもいいんだけど、炭代も取れなくてね。電話借りるわ。向こうです。もしもし、プリンスホテル。すんまへん、312号。あ、うちや。別に用やないんやけど。もしもし、もしもし。あまりしつこくしない方がいいんじゃないの。うるさがね、余計なこと言わせて。ひばりどうしますか。お母ちゃん、
お父ちゃんに見せだったらええよね。もう見せてもかまへんよ。行こう、お父ちゃんとこ行こう。考えやね。僕呼んでみろか。お父ちゃん。触らなくてよかったわ。何がええもんかね。うちはね、妊娠4ヶ月なんや。じゃあすぐ病院へ。病院ではあかん。警察以外一番ええ。坊や、救急車や。あら、あたしの車で。救急車や。うん。待って坊や。あの、私、お金でよければ。バカにすんな。お金が欲しいかじゃない。わかってるわ。でもこういう時、警察なんかに行かないで。なんぼ出すっていうの。はい、私できるだけの。そこのデパートにおれや。宿を二つ構えてくるき。また二つ？当たり前じゃ。ほんなら今晩もうちらでやるよ。今晩も？夕べしたが二人で。坊主、メガネかけとらんといかんじゃいが。あれはうちがほかさせました。あんなもん。何？今日もこれから二人でやんのや。あんた宿を取りたかったら二つ取ったれ。坊や、行こう。
が今稼いでんのはね、お腹に赤ん坊がおるからよ。だからアホやって言うんや。あんたの子供やないか。坊や、行こう。うん、どこへ？パーッと飛行機にでも乗るか。飛行機？ほんま？うん、飛行機だ飛行機だ、宇宙人だぞ。そんな乗りたい？なんじゃ嘘か。ほんとや、ほんとやで。やろう！どこ行くな！北海道や！いかん言うても行くよ。いかん言うもんか。俺たち行きたいと思いやった。なるほど、北海道か。海道だったらまいや。ほら、全部雲ぜ。雲もね、海じゃき。海じゃきにね、やっぱり怪獣がおるんだ。鳥のお化けやね、蝶々のお化けがおるんだよ。蝶々だよ。どうぞ。お化け、お化けだよ。宇宙人はね、あんな雲の間をシュッと飛んでくるんだ。お化けは悪いがか、どこにおっても宇宙人はパッとわかるき。そんじゃきにね、アンドロメダ星雲から飛んでくるんだ。アンドロメダ星雲だよ。僕たちは本当に北海道へ行きました。僕は高知県上郡にずっといたから、雪を見たのは初めてです。雪は真っ白くて、どこまでも白くて、雪の海のようでした。函館、岩見沢、帯広、釧路、網走、旭川、稚内。お父ちゃんは仕事をするなと言いましたが、お母ちゃんと僕は仕事をしました。駅を降りるとすぐ仕事をしました。それは寒くてあまり歩けないからです。本最北端の地、ここが北緯45度31分、日本最北端の地である。この岬の東はオホーツク海、西は日本海であり、2つの海洋 が交流している。海星の時は肉眼で 見えるカラフトまで27マイル。蒸したての饅頭だよ。いや、ここの酒饅頭は本物の酒が入っちゃうけん、体がぬくもるで。生きてるうちにまたここへ来られるかね。何を言うや、金さえあれはおまん。本当に日本の橋やね。そうや、海の向こうはもう日本じゃないのよ。まっこと行きまった。どこじゃ行くとこはない。ここは宇宙やね。あんた、ちゃんと部屋借りて暮らそうね。真面目に言うてよ。稼げるだけは稼いだやからね。おまん5、60万稼いで、それで駅になっちゅう。そんなもんちゃんとした部屋買って、家具でも買や。あとは三月バーで、なんちゃなしよ。三月バーのうちに仕事探して。何を言うわりゃ。ほら、日本人と、4人言うことは初めから分かっちょいて一緒になっちゅうのがや。日本がもっと広いていいな。おい、待て。やめや。一昨日も昨日もやっちゅうやりかい。自分一番休んで様子を見ならいかんぞ。オラが宿を探してくるし、宿めや芸者でもらえてパラッとやるか。悪いぞ、こんなことしちゃったら悪いぞ。何もせんかって、終わるときは終わらね。違うちゃ、三月もじっとしやりゃ、また九州から始めちゃし、うまいことやれる気。うちはもう嫌や、
こんなことも嫌やから、終わりにしたいから、今夢中でやってるんやないか。何すんの。わかった、わかったわ。もうやめたらええの。ええわ、危ないんやったらちょっとの別れてよか。それやったらええやろ。わかったらそれでええわや。ほな、うちと坊ややね。何？ちびやお父ちゃんと一緒。こんなことでオラを騙そうと思いるがかや。騙してやせん、その方が組み合わせが。アホ！神様やって見てるんや。働いてきたうちや、うちと坊やや。あんたらおらんかってちゃんと稼いで生きてくるんや。黙れ！いくつじゃ坊主？と。どこで生まれた？大阪。誰の子？オラの子よ。うん？お前の父親はオラよ。どうしたん？坊や。お母ちゃん、行こう。誰か、こんなもんでごまかしといて、時計なんかで子供の気持ちをごまかしといて、てなアホが。取ってきてや、取ってきて。何？このガキャ。
ガキ、おい来て座れ。これはでや、戦争で一遍死んだ体じゃ。左のこの腕と肩のところを鉄砲玉が突き抜けたんじゃ。あんな仕事じゃ働いたじゃ言うて、腕の一本も折れちゃせんじゃいか。そのまま死ぬると思うたことが一遍でもあるか。呪の車にちょっとばあさって、あとは泣いたりやめたりするばあじゃいか。そればあのことで俺に恩を着せるつもりか。夫婦の縁を切るの親子じゃないのと太いつらすべきか。まんなり戦争の怖さは分からせんろ。今までクソ垂れしたやつが一分もせんうちに首だらやないんじゃ。ほらねや、そういう生きるの死ぬのというのをちゃんとこの目で見てきたんじゃ。見てきた場合じゃない。俺だけ死んだと思ってやったんじゃ。その裏をお前の脳なしを回りするか。そんなん関係ないじゃん。誰や、終わりや。この裏を夫を父親をほったらかしといて、お前らそれですまんと思わんのか。ブルー、貴様それで生きていけると思ったのか。死んだ、この人死んだ。ほな、今の事故の僕が置いたかもしれん。アホ、いろんなこと考えんな。なあ、これも死んだらええんだ。さよならお父ちゃん、さよならお母ちゃん。お姉ちゃん帰れ、来たらいかん。前の来るところじゃない。いかん、僕だけしか行けんところやき、他の誰も行けんところやき。
がったき、もう泣きな。ちび、なんかわかるか？これはね、ただの雪だるまじゃないんじゃ。宇宙人ぜ。宇宙人。そうだ、見てるよ。お前にもわかるんじゃね。この宇宙人はアンドロメダ星雲から来たんだ。こいつはね、正義の味方じゃ。悪いことするやつを、地球の悪人をやっつけるために来たのじゃ。怪獣じゃち、こうない。鬼じゃち、こうない。電車じゃち、自動車じゃち、こうないんじゃ。突き当たったら、みんな向こうが壊れるんがじゃ。汚らはせんし、泣いたりせんぜ。初めから涙がないんじゃ。宇宙人はね、親はおらんし、一人だけ。お父ちゃんもお母ちゃんもおらんがや。本当にこうなったときは、星から別の宇宙人が助けに来てくれるがき。僕はそういう宇宙人になろうと思っちゅう。なりたかったんじゃ。けんどいかん。僕は普通の子供じゃき。死ぬこともうまいことできん。ちくしょう、宇宙人だよ、バカ野郎。日曜か。クリスマスや。クリスマスの練習や。キリストの死んだ日やね。生まれた日や。1966年前。それから僕らは仕事を辞めました。そうして高知県に帰り、その後で大阪へ来ました。今度は一軒のうちに住むことになりました。
それは文化住宅という名前のうちです。子供を交通事故に合わせて相手から時短金を取る当たり屋事件が10月から12月にかけて山陰、関東、北海道で起きている。警察庁の調べによると、これまでに16件、被害金額は74万7200円に上っている。この当たり屋は男の子と幼児を連れた中年の男女で、父親とみられる男は高知県上郡、無職、前科一般、犯罪歴3回、大村武雄45で、去る20日、連れの女と共に群馬県警から指名手配された。子供は怪我をしたまま連れ歩かれており、命にも関わるので、警察庁では全国に徹底捜査を指示した。あんな悪いことしたらいかんがな。お父さん逃げて。車に何遍も当たったやな。お父ちゃんがやれ言うたんか。じゃあお母ちゃん。お母ちゃん好きじゃ。大阪へはいつ来たん。覚えちょらん。日本全国回ったわけやな。汽車に乗ったことはないもん。嘘をついたらあかん。人間嘘つくのはあかん、ね、ほらその写真写ってるのは君やろ。帽子かぶってるけど。それは宇宙人です。痛かったやろな、ドーンと当たった時は。車に突き当たったことはないもん。じゃあその肘の傷は何や。出来物の跡じゃ。頼まんのにどうやって診察するんですか。先生はな、警察から頼まれとるんやからな。それにな、怪我ひどかったら治さんとあかんねやからな。怪我らしゃせん。そんなこと言うて傷ひどなったら足やってちょんぎらんとあかんねやで。知らにゃいかんやったら切ってもええ。大村武雄、大正11年生まれ、高知県上郡吉田村で飯能業を営む家の6人兄弟の三男。5歳の時父を失う。17歳、安子として大阪へ働きに出る。盗みを働き、少年審判所へ入所させられるが、やがて陸軍工兵として出征。昭和17年、中止で左手及び左鎖骨に貫通銃創を受け、岡山陸軍病院で終戦を迎える。戦後は四国各地で衣料品の行商。昭和28年、山本和代さんと結婚。31年3月、長男俊夫生まれる。
現在10歳。谷口武子、昭和14年大阪市に生まれる。4歳の時武の養女となる。その後養母が2度再婚することになり、武子は4つの家庭を転々とした。昭和33年18歳の時福井県で結婚、一児を設けたが、すぐに夫と共に大阪へ戻りキャバレーに就職。昭和34年キャバレーに来た大村と知り合い、夫と子を捨て同棲生活に入る。昭和38年大村の子を産む。現在3歳。好きか。飛行機に乗ったんだってな。綺麗だったろう。北海道には行ったよ。